はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。栄冠ナインパート18やっていきましょう。今回がね、準々決勝ということで、前評判は B、まあ、格上ですね。まあでも前回ね、夏の時は勝ってるので、うん、なんとかやっていきたいかなと思っております。で、あと中堅高校まで、上がりました。そしてね、藤村かな、来角でやりたいっていうのは山々なんですが、やっぱり今はね、藤村じゃないかなと思います。キャプテンでね、任せましょう。いや、こういう時に限って鏡が不調かよ。まあ普通行こうか。うん、清し、いや変えないどこ。これのチームで勝ち上がってきたからね。よし、やっていきましょう。見た感じ、新井さんとかかな、尾形さんとかが、大内さんも知ってるしね、編成 OB な気がしますけどね、プロとかね。でも案外ね、転生プロ OB じゃない方がね、すごい能力な選手いたりしますからね。前評判 B。なかなか強いやろうな。前回準々決勝は13対6で負けてます。前評判 B でね。やから、でもうちのチームはその時は弱小チームだったから、今は中堅校だからね。なかなか上げてきたんじゃないかなと思うんで。さあやっていくよ。よしよしよし。お、先制のチャンスじゃん。また雨かよ。結構雨多いね、今回。よし、見ていこう。うわ、またすごい、158キロ。こんなピッチャーいたっけ。そんなチームに勝ったんだね、うち。2年生だからいたってことだよね。この2人は新加入ですよね。1年生でこの能力ってどうやったらなるの。転生プロでもなかった、もうドーピングでしかないですよね。前回このピッチャーじゃなかった、161キロ違ったっけ。よし、見ていこう。はいはい、新井さんは転生 OB。 新井っていましたよね、外野手の、どこのチームか忘れたけど覚えてますね。堀江、4番がノリノリって最悪ですよね。なんかもうちょっと気が抜けるよね、この強さ。やっぱ転生プロでしたね、尾形。多分阪神かな、きっと阪神になるのかなと思います。よし、やっていこう。黄色い声援取っとこ、取っとこ、取っとこ。よし、打つよ。先制するのしないのはだいぶ変わってくると思う。切れるな。切れるのか。お、面白い、面白いよ。レフトの左、ファールかい。切った、打ち直しよった、打ち直しよった。4番かっこいいな。来たよ、攻撃だよ。多分ね、またホームラン打ってくれるよ、きっと。だって打ち直したもん。ヒット性の当たり2本をね、打っといて打ち直したからね、うちの4番は。よし、ナイバッチ、切れるな。もうそのもったいぶる感じ。ダメやったか。まあ、でもうまい。でも頑張ってるよ、今やれてるよ。うん、守備面もないし、鏡頑張ってくれてる。使おう。よし、引っ張ろう。第9投げた、よしよ、投げた、よしよ。見えてる、カウンター2。あれ、外されてる気がするな、気のせい。来た、打った、引っ張った、いったか、惜しいな。スタンドに入りました、ファール。投球これから5球目、打ちました。上がっただけか。ライトフライ、距離は出ていません、取りました。でもまあ、望月くんね、いい当たりでもファールになることが多いからね、そこがちょっともったいないなと思いますね。もうやろう、もうこれしかないでしょ。うん、行ってこい。第9、よし、来た、ハマったよ。次ライカゲだから打ってくれるよ。またあ、ライカゲじゃなかった、石田くんやった。やる、
1球目は流し打ちしようか。第9投げた、もう1球投げた、いいよ。2ボールノーストライク、打ちました。やっと面白かったか。1塁へ送る、アウト、スリーアウト、チェンジ。オッケーオッケー、抑えてるやん鏡。いや、ここで 1,2 点取ってあげたいよね。正直ノーアウトやし、やろうか。さあ黄色い線を背中に受けて、どんなバッティングを見せるのか。いや、ここは一発期待でしょう。第9投げ、あの前回の4番バッターの何君やったかな、名前忘れちゃったけど、なんか同じような感じになってくれてるよね。うん、そこまで思い入れがないけど、なんかものすごく気持ちがこもってくれてるというか。来た、いや、もうやるでしょ、俺はやるよ。うん、第9ダブルシール、来た、ハマった、ヒットエンドラン、ヒット、リリーバッター、ね、バッチ。ここの1点大きいんじゃないかな。ヒットエンドラン成功です。よしよしよし、ピッチャー確実に変えれないよね。1球犠牲フライかな。うん、第9投げました、よし、もう1球犠牲フライ投げました。いいよ。第3球、追い込まれたヒットエンドランしよう。投げました、よし、インコースのボール、惜しいな、迷わずヒットエンドランをするよ俺は。ハマってるからね、うちのチームヒットエンドラン。よっしゃ、ハマった、ハマるね。いいよ、勝ってるよ今のところは。お祭り男使おうか。あ、まだワンアウトだしね。知ってこい。第9上げました、もう石田ブンブン丸だから多分。抜けろ、よし、抜けた、レフトバックホーム、いいよ。石田ヒットを放ちました。使おう。さあ思考を研ぎ澄ませていきます。スクイズあるけど満塁だからやりにくいよねってことでお任せ。第9投げた、まあ、カウントによっては考えてもいいけど。いや、ゲッツーか。それならスクイズやってみてもよかったな。たらればになっちゃうけどね、完全に。よう鏡抑えてるわ。使おうか。この回に 1,2 点取れたら大きいよね。パワー C になってるね。そのスロー株厄介だよね。やっぱり変化量多いから当たらないよね、強振だと。追い込んで投げました。よし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 、そして今大丈夫、間に合う、間に合った、よかったよかった。ノーアウト。さあ5球目打ちました、レフトフライ、飛距離は出ていません。前ど前取りました、これでワンアウト、ランナーは来た。ここでホームラン打ってくれるとな、だいぶ楽なんだけどな。投げました、よしよ、投げました、打ちました、惜しい、三塁線、鋭っ切り、よし、いいよ、いいよ、来た、たもらった、やべえ藤村、もう引退するの悲しい。続いてるよまだ。7回コールドっていうのは7点じゃなかったっけ、違ったっけ。さあ究極の思考が解き放たれることになる。流し打ちだね、強振流し打ちで行ってみよう一回。第9、あと、これでもしホームラン打ったらさよなら。違う、打ちました、面白いよ。まあしゃあないしゃあない。第3球を投げた、抜けろ、よし、抜けた、いいよ。いやー、うちの線当たってるね今回ね。よし、強振流し、第9、うまい、惜しいな、いいよ。投球はこれから3球目、打った、お、面白いよ、下がった、惜しい惜しい。投球これから4球目、もう平行カウント、やろうやろう、面白いよ。5球目、アットダブルシール、来た、打った、これは強烈、行ってまい、やったさよ
まさかの、まさかの相手、うん、ね、B、ランク B やったのが、まさかのコールド勝ちでしたね。てか、ヒットエンドランのハマりようよね、今回の。うん。采配としてはかなりリスクを背負ったとは思うけど、うん、リスク背負わないと勝てないと思ったからね。これはこれで良かったのかな。よし、これで、準決勝まで、今回の目標までは進めましたね。前回は超えたよ。先輩たちを超えましたね。藤村最高だったね。うん。勝ちました。お、教師がパワー C になったよ。いいね。他も、お、藤村が C になったパワー。いいね。鏡が何も上がらなかったのは残念ですけど、鏡がやってくれたからこそね、今勝ってましたよね、今回ね。よしよ。来たね、準決勝まで。すごいとこまで来たよ、うちら。よし、ストレッチマシン打撃をして、臨みましょう。お、清志やってん。清志彼女ってなんからしくないな。あ、どうも。機材買おうぜ。2700、結構溜まったね。土欲しいけど、やっぱり練習機材かな。道具。いや、こんなんしても面白くないよね、正直。なんか自分が分かってするのもね。2500とかないのかな？ないのか。じゃあベンチプレスかな。これでパワー上げてもらいましょう。いや、もういいかな。また溜めておきましょう。はい、どうも。お、いいね。マッスラー交換券。マッスラーってなんかな。使おう、早速。使おう。使った方が面白いんじゃない？マッスラーって何？二言も使っちゃおう。ベンチプレスね。こっちは？マッスラーって何なんだろう。でもなんかマッスルになりそうやから、またパワー系かな。よし、マシン打撃して。あら、すぐ下がっちゃったね。あ、どうも。これ毎回そのなんかお金にはシビアやってことは言うんですね。いいよ。お。よし。見てみようか。準決勝。せーの。ドン。はい、来た。はい、来たよ。A。もう準決勝からはもう A なんだね。ちょっとね、C とかかなーって若干こう、ね。期待したんだけどね。いやでも B にコールド勝ちしたから、うん、もう失うものはないし、あとはチャレンジャー精神でいくだけですね。よし、じゃあ今回これぐらいにしてて、また次回やっていきたいと思います。次回はね、準決勝、頑張りますちょっとね、対策とか何も考えてないですけど、頑張ってみるたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次回を見ていただけたらと思います。それではソウスケでした。さようなら。